北海道旭川英霊高等学校は北海道旭川市にある公立高等学校。2016年4月に北海道旭川東英高等学校と北海道旭川両運高等学校が統合し、設立。統合両校名、東英、両運から英霊高校と名称が決められた。旧校名である両運は大雪山系両運だけのように、 雲をしのいで高くそびえるところから命名。校歌は作詞石山草案。作曲コロータスク。新校名である英霊は北の大地にそびえる大雪山連峰の高い峰のように常に向上心を持って永遠の未来を生き抜く人材の育成を目指すところから命名。校歌は作詞石山草案。作曲松浦金谷。名物行事には 全国高等学校野球選手権北北海道大会朝日川地区大会での全校応援による一文字1990年より文化祭である両運祭でのクラスパビリオンなどがある。コンピュータを用いた教育に熱心で1995年に当時としては先進的な専用回線を導入したネットワーク利用環境提供事業と文部省が協力参加校に指定された。 海外姉妹校は北海道と姉妹州であるカナダアルバータ州の臨税サーバー高校。2017年度より1日の日課が7時間から月、水、金、6時間、日、木、7時間に変わった。北海道旭川両運高等学校に関するカテゴリー。ありがとうございます。